よう、旅人じゃないか。久しぶりだな。今日は何が食いたい？黒瀬スズキの唐辛子煮込みだ。はいよ、そこで待っててくれ。すぐ作ってやる。ありがとう、お師匠。ちょうどあなたたちのことを考えてたところなんだ。私たちの心って通じ合ってるのかもね。あ、なんだ、シャンリンはオイラたちのことを探してたのか？うん、ちょうど相談したいことがあってね。ここに来る途中に街中を見たでしょ。今、リーユエは月酔い祭の準備をしてるんだ。月酔い祭、それもリーユエの伝統的な祭りなのか？そうだよ。月酔い祭は私たちリーユエ人が秋の名月を祝うための大きなお祭りなの。おじいちゃんやおばあちゃんたちの話によると、数千年前の仙人たちはこの時期に仙道を追い求めてたんだって。今は昔と違って、月酔い祭期間中はたくさんの美味しい料理を食べて、友人や家族と会い、月や花を鑑賞するって感じに、そんな大層なものじゃなくなったんだけど、でもみんなが楽しめるし、その方がいいよね。オイラにとっても楽しそうな祭りだな。パイモンは美食家だから、きっと月酔い祭を満喫できると思うよ。どい、オイラの味覚に何か問題があるっていうのか？そうだ、二人とも今時間空いてるかな。私、今年の料理王決定戦に参加するんだけど、二人には私の相談役になってほしいの。それはいい。友達からの助言は新しい発想を与えてくれるもんだからな。料理王決定戦？ああ、そっか、まだ知らなかったんだね。毎年月酔い祭にはテーマがあってね、七星がそれを決めてるの。今年のテーマは食と山河。七星はテーマに合った催しを、つまり料理大会を開こうとしてるってわけ。食と山河、美食と故郷の景色か。いいテーマだな。うん、私もそう思う。陽光さんが考えたんだって。さすがだよね。あの人って普段からいろんなこと考えてるみたいだし。料理王決定戦に参加したいんだけど、実を言うと新しい料理が全く思いつかなくて、これだっていうものがあってもそれを毎回味見するのも大変だし、あれこれ悩んでたらどれがいいのか分かんなくなってきちゃってね。そこで二人には料理のアイディアを集める手伝いをしてほしいの。普段の考えに縛られることなく、いろんな人から話を聞いて、今回の料理には様々なアイディアを詰め込みたいんだ。お安い御用だ。オイラたち友達が多いから楽勝だよな。お、自信満々だね。ひひ、それほどでも。じゃあ注文したものを食べ終わったら、リーユへの友達を探してそいつらに話を聞いてみようぜ。うん、期待してるよ。グオパーが戻ってきたらみんなで出発しよう。お待たせ、黒瀬スズキの唐辛子煮込みだ。うわ、いい匂い。うまい。やっぱりこういう天気の日はピリ辛料理がぴったしだな。うちのシャンリーは世話が焼けるだろう。外にいるときはどうかめん。もうお父さん、そんな
お前のことは俺が一番よく知ってる。外で好き放題せずに旅人のことをよーく見習うんだぞ。安心しろ、オイラたちは友達だもんな。助け合うのは当然だ。ゴーパーが戻ってきたみたいだね。外ででんぐり返しして遊んでるみたい。じゃあ準備ができたら出発しようぜ。焼いてて美味しいよ。面白いアイデアだったらフータオに聞くのがいいんじゃないか。きっとあいつならオイラたちの期待を裏切らないと思うぞ。フータオ、ん、誰か私の名前を呼んだ。なんとパイモンちゃんと旅人じゃない。それにシャンリンも。確かにフータオなら適任かも。話が見えてこないんだけど、私に何か頼みたいことでもあるのかな。フータオ、あなたの好きな料理を教えてくれる？料理？突然そんなこと聞かれてもパッと答えられないな。フータオも言葉に詰まることがあるんだな。珍しい。どんなにお利口な鳥でも閉店時間があるのは当然でしょ。私もそうなの。鳥閉店、早速何言ってるんだ。そうだよ、そんなに深く考えず好きな料理を言ってみて。今いろんな人にそれを聞こうと思ってるの。なるほどなるほど、新しい料理でも作ろうとしてるの。それならあまり変な料理は作らないでほしいかな。水煮魚、それからエビ蒸し餃子があれば十分。水煮魚にエビ蒸し餃子、なんだか普通すぎじゃない。普通だけど普通じゃないよ。考えてみて、水煮魚は熱々ピリ辛で銅の料理。この料理にエビ蒸し餃子を追加するとエビ蒸し餃子は聖になるの。どう？わかる？どう？あ、動く料理は得意だよ。キノコとスライム。そういうのじゃないって。料理は物でありながら独特な雰囲気があるでしょ。水煮魚を見つめると赤色とピリ辛が目と鼻を刺激する。つまりどう？エビ蒸し餃子は透き通っていて優雅な香りを漂わせてる。つまり性、銅と性を組み合わせることで梅にウグイスのように絶妙な仕上がりになるんだよ。理屈はよくわからないけど、なんだかそれっぽい。銅と性が相まって絶妙な仕上がりに。野菜とお肉をバランスよく取り入れ、しょっぱさと甘さでどちらも補い合うってことか。その通り。ただ食事には甘いものが出ないこともあるからね。その部分は私がうまく簡略化しておいてあげたよ。そういうことだったんだね。最初は冗談に聞こえたけど、うん、いいヒントになるかも。さすがフータオ、ありがとう。でたらめな理屈を言うことに関しては講談師もフータオには勝てないだろうな。まあ褒め言葉として受け取っておくよ。ほう、やっぱり旅人は分かってるね。天地万物生じる天、味覚いろいろ、それぞれに規則があるの。分かる人には分かるんだよ。これが旅人もそういうのなら、これはちゃんと参考にしないとね。じゃあフータオへの質問はこれくらいにして、次はフボクロに行こう。フボクロ、
まあ、あそこの人なら面白い答えが返ってくるかもね。しいね。今日は暇なのか。どうあ、白術が変な声になっちゃったぞ。こら、首を見ろ。あ、なんだ、長生が喋ってたんだな。皆さん、今日は薬をもらいに来たのですか。いや、今日はお前らに話が聞きたくてな。料理について質問しに来たんだ。私、今度料理大会に参加するの。そこで二人に、あ、いや、三人の好きな料理を教えてもらいたいんだ。へえ、小娘にしてはよくわかってるじゃない。わかった。手伝ってあげる。好きな料理？全部同じ味しない。ナナの味覚には少し問題がありまして、味がわからないのです。皆さん、どうぞお気になさらず。大丈夫。そのことは私も知ってるから。それでも、ナナにだって好みはあるでしょ？どんな感じの料理が好きなのかな？教えてくれる？どんな感じ？食感？食感はある。冷たい。ココナッツミルクが好き。ココナッツミルクは飲み物だから参考にならないよな。あなたたちは好きな料理を教えて。私は食べやすい肉料理が好みだ。私も長生と同じですね。ただここに薬をもらいに来る多くは子供や老人で、そういった人たちにとって大きく切り分けられた肉や海鮮は噛みにくく消化に悪かったりします。それから風邪をひいた方や喉を腫らしてしまった方も多くいらっしゃいます。そういう方々ですと脂っこい料理は食べにくいので、栄養面も考慮しつつ汁物をよく勧めたりしていますね。なるほど。例えば薬膳料理とかかな。薬膳は苦手。すみません、ここのところどうも薬をもらいに来る人が多かったので少々考えが偏ってしまいましたね。もっともそうなったのもここ最近の気候変動が原因なのですが。でも参考になる話だったと思うぞ。季節のことを考えて、さらに年齢問わず美味しいと感じる料理がいいのかもな。薬膳料理は家庭料理よりも栄養を考えて作られてるの。普段私は薬に重点を置かないけど、今回は大会だからね。味と健康をうまく両立すればきっと評価も上がるはず。深みがあればもっと良くなる。みんな喜んでくれる。とっても参考になったよ。ありがとう。うん、役に立てて嬉しい。さすが先生だね。視点が違うもん。すごく勉強になったよ。そんなに褒めないでください。人からの助言をちゃんと聞くとはいい料理人だ。シャンリンは料理の研究が大好きだし、まさに
料理に人生を捧げてるって感じだよな。人にはそれぞれ趣味があるでしょ。私の場合はそれが料理だっただけだよ。いつもは一人で新しい料理を考えてるんだけど、今回はいろんな発見があって楽しいな。絶対みんなが驚くような料理を作ってみせるよ。ためになる話が聞けてよかったな。よし、この調子でどんどん聞いていこうぜ。変わった考え方をする人、思いやりのある人には聞いたから、次は舌が肥えてそうな人に聞いてみよう。あら、旅人とパイモン、それにシャンリン。久しぶりね。お、あんたらか。どうしたんだ。何かあったの。地面に大きな石があるぞ。話すと長くなるの。ひとまずこの得体の知れない石は私に任せてくれるかしら。異論はないわよね。国政の仕事は早くて丁寧だからな。もちろん異論なんてないさ。その言い方、私の手腕に不服があるように聞こえるんだけど。おいおい、国政は雨風の中いつも外をかけてるだろ。あんたとはだいぶ違う。それにこの件についてあんたは初めから気にしてなかった。そう向きになるなって冗談よ。あなたが私の冗談を真に受けるから、旅人が変な目で見てるじゃない。そんなことないわ。石のことが気になるんでしょ。なら大航海士の北斗船長に教えてもらうといいわ。この女まあいい、見てみろ、大きな石だろ。それに表面もツルツルだ。多分中にはお宝が眠ってるんだと思うぜ。これは漁師が浅瀬で釣り上げたの。見た感じ何年も海の中に沈んでいたようで、海流によって表面が磨かれたみたい。私物化できないような代物は公的機関に届けられるわ。私たちのところにあれば彼らも何かと安心できるしね。石の中には何があるの。割ることができないか、刀とか棒でいろいろ試してみたんだけど、びくともしないのよ。この石、見た目以上に頑丈みたい。刀や棒でもびくともしない石。ここまでの話を聞いた感じ、なんだかすごそうだな。で、意外にも国政がこの巨大な石を気にしていてね。だから、彼女に任せることにしたの。とりあえず、このことはまた後で考えることにするわ。それより君たちはここに何か用でも。おお、そうだった。実はここにいる全員に聞きたいことがあるんだ。まさか何か大変な事件でも起きたの。そういうのじゃないよ。もうパイモンってば大げさなんだから。ここへは食べ物の好みを聞きに来ただけなの。食べ物？いきなり変な質問ね。私の好みは簡単だわ。性、感、純、才であれば十分。それって簡単なのか？四文字でまとめられるのだから簡単じゃないかしら。海の上で数週間過ごせばそのわがままな金持ち気質を叩き直せると思うぞ。北斗姉さんは？私か？新鮮で熱々な料理なら何でもいい。それが辛ければなおよしだ。酒のおつまみは？もちろん好きだ。
私はやっぱり海鮮が一番かな。なるほどなるほど、海鮮と熱々料理、そして青函純菜。そうとも限らないよ旅人。エビのポテト包み揚げって知ってるよね。あ、大好物だわ。この料理はエビをきれいに洗って細かく切ったジャガイモで包んだ後、鉄鍋を使って油で揚げるの。創意工夫が凝らされた料理なんだ。精巧な見た目で、盛り付けは簡素、香りは芳醇で、作るには繊細な技術が必要。陽光さんが言ってた4文字ともぴったりだと思う。なんだか料理に対する理解が深まってきたな。あの有名な言葉ってなんだっけ。いかに変化しようとも、その本質は一つってやつだな。うん、まさにその通りだわ。エビのポテト包み揚げは美しさと味を兼ね備えた素晴らしい料理よ。うんうん、なるほど。国生はエビのポテト包み揚げが好きなんだね。そこまでは言ってないわ。国生の好みを聞けてよかったな。よし、3人の意見を聞けたね。みんなありがとう。ちゃんと参考にさせてもらうよ。ところで旅人とパイモン、この後空いてるかしら。私と一緒にこの石のことを調べてほしいの。おお、人にはそれぞれ得意分野があるしな。その点オイラたちは調べ物が大得意だから任せろ。私たち七星にはこれについて両親に説明する義務がある。それに私も個人的に確認したいことがあってね。だから君たちみたいな頼りになる助っ人に手伝ってもらえるとありがたいの。月酔い祭の由来はもう知ってるわよね。この伝統ある祭りについて私は別の考えを持ってるわ。私の祖父はね、リーウェの伝統文化を研究する学者だったの。祖父の手記を読むと、古代のリーウェにはかまど神なるものがいて、人々は決まった時期になるとこの神を祀っていたと書いてあった。かまど神に関して記された本はもともと少なく、内容も非常に錯綜しているわ。かまど神は岩王帝君だと主張する学派もあれば、別のものだという学派もある。さらにかなり昔の人々がかまど神を祀った祠を見つけたんだけど、そこには心臓がなくて表面が滑らかで巨大な石が置いてあったっていう奇妙な逸話もあるの。その巨石は後の輸送中に紛失し、今も所在が不明でね。そして偶然にもこの石が同じ特徴を持ってる。もしかしたらこれは当時亡くなった石なのかもしれないわ。祖父は古文書を長年研究し、かまど神を祀った行事がかまど神祭と呼ばれていたのでないかと仮説を唱えたわ。そしてその祭りは月酔い祭の元となっているものかもしれないの。それを証明するためにはかまど神の正体を知る必要がある。岩王帝君が亡くなった今、リーウェは人間が治める時代へと移り変わったわ。岩王帝君がそうであったように、子孫である私たちも文化ある伝統を大切にしなければならない。だからこれは私がやるべきだと思ったの。正しい歴史を知り、伝統を広め、祖父の仮説を立証することもできる。まさに一石三鳥ね。この石が私たちの元に届いてもう 2,3 日になるわ。これが釣り上げられる前に私たちは今年の月酔い祭のテーマを食に決めていてね。もしかしたらこれは典型なのかもしれない。なんかすごいな、さすが国生。大丈夫だよ、大事なようなんでしょ。私のことは気にしないで。私はただ、おー、いいこと思いついた。ちょっと、いきなり大声出してどうしたのよ。国生、私も連れてってよ。え、けど釜
窓神の調査なら料理に関する手がかりが見つかるかもしれないでしょ。もしそれが料理大会に使えるものだったら、アイディアとしてはこれ以上のものはないもん。お願い、一緒に連れてって、きっと役に立つから。そこまで言うのならいいわよ。本当にありがとう。国政って優しいね。じゃあ早速出発するわよ。警察層には古書が数多くあると聞いたわ。まずはそこに行って話を聞いてみましょう。よし、それじゃあ警察層へレッツゴに。古書はあるか？すっごい古いやつ。古書かい？確かあそこに飛雲商会の古い倉庫があるんじゃが、あの中には家に入りきらなくなった本がたくさんあるそうじゃよ。飛雲商会の坊ちゃんも時々ここに来て本を読んでおる。飛雲商会の坊ちゃんって行く秋のことかしら。あいつの家の倉庫か。行ってみようぜ。風を追うぞ。あっちから声が。助けに行きましょう。ダメ、描き方し雪を前。え？書庫の掃除をする日に限ってまさか泥棒に会うなんて。大丈夫？助かりました。僕は大丈夫です。おや、その服装からすると君は旅人ですか？それにそちらは国政さん。お会いできて光栄です。そうかしこまらないで。ここは飛雲商会の古書を保管してる倉庫だと聞いたんだけど、かまど神に関連する古書があるかどうか知っているかしら。かまど神？あれ、かまど神は岩王帝君だと聞きましたが。え、そうなのか？研究者の友達から聞いた話です。料理に必要な炉の火はかまどによって燃え上がり、そしてかまどは岩石の積み重ねによって作られたもの。これを岩王帝君の恩恵だと信じる人がいます。そういった方々は岩王帝君がかまど神だと思い込んでいるようです。確かに一理あるわ。それに関する書籍は何かあるのかしら。それは私に聞かれましても。坊ちゃまに聞いてみます。僕に何か聞きたいことがあるのかい？ちょーん、それに行く秋。やあ、こんにちは。二人ともどうしてここに？暇だったからね。ここで本を読もうかと思って長雲と一緒に来たんだ。僕はただついてきただけだ。まさか幽変国政もいるとは。何か重要な用事でもあるみたいだね。行く秋坊ちゃま、聞きたいことがあるんだけど、この書庫にかまど神に関する書籍はあるかしら？この書庫の整理をしたのは僕だからね。所蔵されてる本はある程度把握しているよ。僕の記憶が正しければこの書庫にある
リーウェ神話周囲という本の中にかまど神のことが書かれていた。それ借りることは可能かしら？ああもちろん、よければ僕が案内しよう。アショ、ここは僕に任せて、君は自分の仕事に戻ってくれ。見つけた！どうだ？探してた内容は見つかりそうか？うん、行く秋坊ちゃまの記憶力は大したものね。リーウェ神話周囲にはかまど神に関する記載があったわ。ただ本には竜のような体躯であり、太陽を覆うほどの長い尾を持つ、爪は火を操り人間に知恵を授けた、この恩寵を受けし凡人は火によって食材を調理し暮らしを良くした。竜のような体躯、岩王帝君の伝説と一致するね。ええ、でもかまど神に関する内容はこれのみ。もっと知りたければさらに調査が必要みたい。書庫からは他に手がかりが見つからなさそうだわ。他を当たりましょう。僕の家は砲術の家系だ。かなりの数の古書を所蔵しているのだが、かまど神と聞いて少し思い当たる節がある。かつて霧州に現れたという伝説があるそうだ。真偽は不明だが。本は人が書いたもの、人の考えがそのまま本に記録される。考え方は人それぞれだ。だから本にある記述もそれぞれ異なる。残念だけど、これ以上は力になれそうにない。ううん、十分よ。リーウェは広く神秘に満ちている。かつて存在していたものであれば必ず痕跡を残すわ。根気よく調査していけば何かを得られると思う。二人ともありがとう。私たちは他のところを探してみるわ。ちょっと待って、私も聞きたいことがあるの。行く秋、趙雲、あなたたちの好きな料理を教えてくれないかな。料理？まさかあの料理王決定戦に参加するのか？そうだよ、そんなに驚くことじゃないと思うけど。シャンリー、あの大会はとても重要なものだ。頼むから変な料理で参加しないでくれよ。変な料理って何よ？キノコとスライム炒めのことじゃないかな？確かにキノコとスライム炒めの評判は悪かったけど、だから頑張っていろいろ調査してもっと理解を得られる魅力的な新しい料理を作りたいの。そうだったのか。それなら僕は冷菜がいい。それって趙雲は暑くて辛いものが食べられないからだろ？確かにそうだね。僕は薄味が好きだからさっぱりとした料理がいい。旬の野菜を使った汁物、魚介の蒸し煮、煮物、このあたりが好きだな。オイラのイメージとぴったりだ。ふむふむ、行く秋は薄味派ね。覚えておくよ。それぞれの好みを言っただけだけど、本当にこんなので参考になるのか？もちろんだよ、みんな私のお客さんでしょ。お客さんに笑顔を届けるのが料理人の使命なんだから。シャンリンは新しい料理を作るときによく突拍子もないことをするけど、その初心は変わってないんだね。美味しい料理を作れる料理人はきっとシャンリンのように純粋で心豊かでお客さん思いの人なんだろうな。いきなり褒めるなんてなんだか照れちゃうよ。時間を取らせちゃってごめんね。聞きたいことはこれで全部だよ。調査の続きをしよっか。国生、次はどこに行くんだ？そうね、かつてかまど神は霧州に現れたと言っていたけど、今の霧州は誰も訪れない荒野なのよね。近くに防除旅館があるからそこで話を聞いてみましょう。それじゃあうまくいくことを祈ってるよ。頑張ってくれ。もし何か困ったことがあれば手伝うからな。
ボージョレ館へ出発。